こんにちは、総会塾の久保です。久しぶりにね、面白いお問い合わせが来ております。久保さん、宇宙人の YouTube 番組非常に面白かったです。ありがとうございます。昔撮ったのがありましたね。結構ね、弥生純七シリーズというねやつなんですけども、私が広島市内に住んでる時に宇宙人が来たと言われているこの痕跡をですね、探していくというシリーズだったんですけども、いや、あれはなかなか面白かったですよね。なんか文書が出てきたりとかね、国家機密だったりとか、現地に行って、それから宇宙人の秘密基地みたいなのがあったり、なんかね、ダムを隠れ蓑にして UFO の秘密基地があったりとか、あとは地球人になりすまして生きている、暮らしている宇宙人とかいましたよね。はい。それでですね、ご質問いただいたのは、宇宙人はやっぱり地球に住んでるんでしょうか、宇宙人は UFO に乗ってきてるんでしょうかって、この2点だったんですけども、まあお察しの通りですよね。あの UFO に乗って来ている宇宙人もいれば、無人の UFO も当然あるわけなんですよ。で、あとはね、宇宙人の肉体だけが地球に来るという例もあります。で、そもそも私たちが考えるように、遠方から宇宙人が来るっていう考え方ではなくってね、その異次元から、亜空間から、こう言ってみれば同じ位置にいるんですよ。私たちの暮らしているこの地球っていうのがありますよね。その地球と違う位相っていうんですけどね、位に愛する、相手っていう書くんですけども、同じ位相にいるんですよ。だからほんの少しのその位相のズレによってですね、同じ空間を別次元で共有しているっていう形になります。まあ、ですので、例えて言えばですね、ここに3次元空間があるとしてください。この紙、位相っていうのはこの紙の1枚のこのぐらいのズレなんですよ。ですので、この位相を移動する方法があれば、この亜空間からこちらの私たちの空間に移動することが可能なんですよね。まあ、それが本当に科学の力でやってのけたりするんですけども、たまに自然現象でもなったりするんですよ。で、それは私のメカニズムはちょっと説明できないんですけども、ただね、偶然なったり、その自然の力を解明して人工的にその位相を変化させたりするんですよ。要するに、この世の中っていうのは3次元、まあ宇宙だったりするんですけども、その3次元のほんの隣にですね、違う位相に別の3次元があるんですよ。これをだから5次元化っていうんですよね。3次元の次の次元っていうのは、時間を組み合わせた4次元っていうんですけども、これは未来に行ったり過去に行ったりっていう時間軸の移動が組み合わさるんですよ。1次元、2次元、3次元っていう、3次元っていうのは X 軸、Y 軸、縦軸っていう3つの軸があるんですけども、それに時間という概念をかけて、この立方体が未来に加速したり過去に逆の戻りしたりとかする、時間をエレベーターのように行ったり来たりするっていうのが4次元なんですけども、5次元っていうのはそれに加えて別の位相に行ったりするんですよね。だから100万年前のこの私たちの地球と別の位相に行ったりもできるんですよ。ただ用心しなくてはいけないのが、例えばね、100万年前の私たちのこの地球は100万年分宇宙を移動してますから、ただ移動してしまうと本当に宇宙空間に放り出されてしまうことがあるんですよね。まあ、ですんで、まあ、その辺はうまいことやってですね、位置もちゃんと移動していかないと、計算して移動していかないと大変なことになっちゃうと。で、宇宙人はそういうこともやってのけるんですけども、たまにね、トラブって宇宙の狭間で漂流したりとかね、するわけなんですよね。そして、3次元、4次元、5次元のこの次元の移動の時にやっぱり事故が起きて、次元と次元の間にね、挟まってしまってですね、永遠にその中を漂流してしまうっていう、そんな例もあったりします。まあ、ですんでね、すごく怖いですよね。太平洋を漂流してもなかなか陸地にたどり着かない例があるんですけども、それよりももっともっと広大な空間とか亜空間を漂ってしまいますんで、もしかしたらもうね、二度と帰れないのかもしれないですよね。ただそういうふうな漂流する亜空間を、まあ、支配している別の勢力もあると、その世界で生きる方法もあるということなんで、まあ、この辺はね、私全然情報がないんで分かりませんけどもね。まあ、ただ宇宙人と呼ばれている存在も、ただ私たちよりも数百年前に生まれた存在っていうだけで、その分進化しているわけなんですよ。と同時に、私たちが SDGs とかね、環境問題によってあまりにも発展しすぎると、その地上の資源を食い潰してね、結局持続可能性がなくなってしまうっていう風な人類の未来も考えられるんですけども、そういったのもくぐり抜けて次の時代をつかみ取って、平和で
安全で協調性のある、でもやっぱり誤解があったりね、お互いの足の引っ張り合いがある、完全に平和とか自由ではないんだけども、ある程度それをね達成した存在、それが宇宙人なんではないかなと思います。私たちよりも進化はしているんですけども、やっぱりそれでもね、あの意地悪とか誤解とかね、いじめとかはやっぱり宇宙人の世界でもあるんですよね。だからこれは生命が知恵を持った時に、防衛本能でもあるし、ちょっと醜い面でもあるのかなっていうふうに、まあ、私は思うんですけどね、まあ、宇宙人についてはこうやってね次から次へと語ることがあるんで、ちょっと長くなっちゃいますんでね、今回はこの辺にさせていただきます。で、結論を言いますと、宇宙人は地球にも来てますし、それから宇宙人は UFO に乗ってくることもあります。ただ UFO 以外の移動手段もありますので、そして必ずしも遠方から来るとは限らないですよね。ものすごく近くの別位相から別次元から来るってこともありますので、ちょっとその辺のね、説明が非常に難しいと。あと地球に来ている宇宙人も1種類ではなくて、アメリカではね34種類の宇宙人がもうすでに登録されているというね、そんなこともあったりとか、宇宙人が住民票を持っているとかねなんかいろいろね言うことは言うんですよ。ただどれが本当かをもう私たち一人一人が決めるしかないですよね。これをファンタジーと思うのか、現実世界の話と思うのか、宇宙人が地球人を侵略しようと思って構えているのか、それとも宇宙人が地球と融和しようと思ってね、ただラブ&ピースしようとしているのかそれは分かりませんけども、まあ宇宙人がもしいてですね、私とゆっくりと YouTube で出てくださることがあるんだったら、ぜひね出てほしいなと思いますので、下のメールアドレスの方に宇宙人さんもちょっとメールを打っていただければと思います。よろしくお願いします。それでは風田岡でした。いってらっしゃい。